それではホームの京都サンガシーのスタメンとサブのメンバーです。ゴールキーパーは若原、ディフェンスラインは飯田、ヨルディバイス、浅田、荻原、中盤の底には川崎、インサイドハーフには三沢と武田、そして3トップには宮吉、ピーター・ウタカ、松田天馬と予想しています。一方アウェーのファジアの岡山のスタメンとサブのメンバーです。ゴールキーパーには梅田、ディフェンスラインは今日はサイドバックに入ると予想しています井上、そしてセンターバックには浜田と阿部隆、左のサイドバックには広木です。ダブルブランチは白井と木山、右には中盤右には川野、左には木村、ツートップは上城と川本と予想しています。三沢、大きなサイドチェンジ、荻原収まる、ゴール前、増田天馬折り返せるかといったところ、ここはなんとか勝ち出していきましたファジアの岡山。まあ、サンガの形が一つ出ましたね。ダイレクトパスがつながった京都サンガ FC。 宇高から中、松田、荻原シュート、梅田役止めた。いや、素晴らしいコンビネーションですね。梅田ここはナイスセーブ、クロスが入る、ファーサイドには川本が待っていました。あ、さあこれは面白いバウンドになっている、宇田が絡んだ、宇田がシュート、無人のゴール、宇田が今シーズン11得点目、ホームの京都サンガ FC が先制しました。宇田が今シーズン11点目は技ありのロングシュート。ピンチの後にチャンスありですよね。基本的にはやはりこうバウンドさせてはいけないですね、ここで。まあ、それが命取りになりましたね。でもこれも簡単なシュートじゃないんですよ、後ろ向きですし、振り向きざまのボレーですからね。マサテーマからシンプルに前、さあピーター・ウタが、ピーター・ウタが走っていく、スピードがある、スピードがある、振り切ったシュート、こぼれたの宮吉、ここはシュートブロックだ、ここは浜田瑞希のシュートブロック、素晴らしいプレーですね。ここフリックパスです、3本つないでからのシュートですね、よく防いだんですけども、ここもカバーが良かったですね。ここは宮吉が押し込むかというと、川崎から松田が一旦下げます。さあ荻原が遠目狙ってきました。さあここ一気に詰められたらといったところだったんですが、ここは荻原、さあ前線からプレス、上城が行く、ここは京都さんがパスを回していく、川崎、さあ川崎は強さを見せて宇高、宇高から川崎シュート、京都さんが2点目、宇高と川崎の素晴らしいコンビネーションから川崎颯太、今シーズン2点目、京都さんがリードを2点に広げています。一気にファーストアンドゴーで前線で飛び出しましたね。落ち着いてますね。最後ここのヒールパスが巧みですよね。決まりましたね。このヒールパスが的の間抜けたんですね。最後はキーパーを冷静に見てのゴール。白井英二、浜田瑞希から上城、前を向いた、自ら打っていった、無回転、ここはキーパー若原、ナイスキーパー。さあ素晴らしいプレーがありました。先ほどの上城のミドル、無回転、ドライブしてますね。さあパウリーニョ、白井英二、宮崎キワラ、木山、宮崎キワラ、ワンタッチ上城、白井英二切り返して、ここで試合終了の長い笛です。
京都サンガ FC、 好調をキープしていたファジアーノ岡山を下して、これで15戦負けなしとなりました。